はい、皆さんこんにちは、ムラバーティストシンです。今日はね、こちらにあるちょっと大きめのこの器を使ってアレンジメントを制作していきます。使う花材はね、こちらにあるこの花材を使っていきます。ちょっと紹介させていただきますと、これがリンドウ、ピンクのリンドウで、ピンクのネリル、それから風船トウバタ、ノリウツギ、これがノリウツギですね。そしてこちら白い、これユリガカサブランカで、こちらにドウダンツジですね。あとはレザリファンとあとこれナルコっていうね、葉っぱです。これを使ってアレンジメントをしていきます。ちょっと大きめのねアレンジメントになりますので、中のねディスプレイなんかをする時の参考にしていただければと思います。ではね、早速アレンジメントをしていきましょう。どうぞ。じゃあアレンジメントの準備をしていこうか。よいしょ。あれ？なんだこれ？あ、これこんなとこに立ったんだ。これ今日買った iPhone6 のゴールドじゃないか。あれ？回ってる？これ今日買ってきた iPhone6 のゴールドです。なかなかね、使い勝手がいい、素晴らしいです。皆さんもぜひどうぞ。はい、ではアレンジメントを始めていきます。まずはね、こちらの風船とバタから刺していきます。この風船とバタはこう、タメがね、すごい効くので枝をね、自由に作ることができます。ですからこう、かっこいい形に整えてから刺しましょう。ただね、こちらは、知ってる人も多いと思いますが、切るとね、白い液が出るんです。その液がこう痒くなったりとかね、ベタベタしたりするので気をつけてください。2本目はね、このようにちょっと切り分けて刺していきましょう。もちろんこう長く出しとくパーツも作ります。こういう状態です。はい、では次にこちらの導弾筋をね、入れていきます。導弾筋もための効く枝物ですね。ですので、これも形を作って刺していきます。はい、このような感じになっております。はい、では続いてこの辺りでレザーリーフファンでちょっとね、このフォームの見えてる部分のファンデーションワークをしていきましょう。このような感じです。次にこのノリウツギを入れていきます。
もうこれはね、中心部分にドンと入れていきましょう。乗り移りは、アジサイなんかと同じですから、こう、切ったら、この中のね、この管、管じゃない、中の綿をこのように抜きます。こういう状態ですね。そして、刺します。このような状態です。さあ次にカサブランカを入れていきます。カサブランカはこのようにちょっと不要なね葉を少し取り除いて、花がこう綺麗に見える状態で刺しましょう。もう一つも同様に刺していきます。このような状態です。次にこのナルコでね、ちょっと外側にラインをつけていきましょう。このような状態です。次にこのネリネをね刺していきます。ネリネもこの不要なね葉っぱを少し取り除いて、花をよくね見えるように、かわいい花が見えるようにしてから刺します。このような状態です。次にこちらのネリネをね刺していきます。これで全ての花材が入り終わります。ネリネもねちょっとこう独自のラインっていうか、ちょっと曲がりがあるんですよね、その花によって。ですからまあこれも適材適所にこう曲がりをよく見定めて入れていきます。はい、こちらで完成です。では一回ちょっとアップでね見てみましょう。はい、今回のアレンジメントはいかがだったでしょうか。ちょっとねこうオータムカラーの中にピンクが入る、そうするとこう可愛らしさが出てきますよね。そして今日はねちょっと大きめのアレンジメントを作りました。この大きめのアレンジメントっていうのは、小さいアレンジメントとちょっとこうバランスの取り方が違いますので、こちらはこちらでまた覚えていってください。ではねまたこういう大きいものも小さい可愛いものもどんどんアップしていきますので、次回もぜひねご覧ください。ではまたお会いしましょう。 See you next time。 どうでもいいけど使い方全然わかんない。